皆さんお元気ですか？米倉としのりです。僕米倉としのりが初めてコットンクラブに登場します。12月16日、17日、米倉としのりとして初めてのクリスマスライブを初めてのコットンクラブで行うという、まあ僕にとっても、一生忘れることができない、2日間になりそうかなという予感ですが、今回は僕米倉としのりだけではなくて、フューチャリング、平戸祐介さんということで、僕米倉としのりの作品で「スパイスアップ」という曲がありまして、この曲を以前に一緒に作りまして、それ以来のお付き合いなわけですけれども、今回初めて一緒にライブやるということで、このジャズなクリスマスを米倉としのりの声でお届けするというスペシャルな2日間になりそうです。平戸さんと言いますと、ジャズはもちろんですけれども、一つのジャンルにとどまらずですね、いろんな平戸さんの表情、そして平戸さんの音楽の、向かうレール道みたいなものを感じられる、本当にエネルギーいっぱい、愛情いっぱい、そして希望いっぱい、光いっぱいの平戸さんの音楽と、僕米倉としのりの声が一緒になることを僕米倉としのりがまずとても楽しみにしております。そしてそれを見に来てくださる、皆さんの心がワクワク、今からしてもらえるような、そんな時間にしたいなと思っておりますよ。今回は先ほども言いました、そのジャズなクリスマスをお届けするということで、スタンダードな曲はもちろんですけれども、こんな曲がこんな風なアレンジでと、平戸祐介さんのアレンジで米倉としのりの声を堪能してもらいたいなと思います。12月の16日17日、東京コットンクラブで僕米倉としのり初のクリスマスライブ、デビューしてからもうすぐ24年が経とうとしておりますが、初めてです。コットンクラブで歌えること、本当に嬉しく楽しみにしております。皆さんにお会いできるのも楽しみにしております。米倉としのりでした。That's what you are. Unforgettable.Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before had someone be more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling.It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.